グリー、グリーは2009年5月19日から2015年3月20日まで、ホックスで放送されたアメリカのミュージカルコメディドラマシリーズ。エミー賞での32度のノミネート、サテライト賞での11度のノミネートなどを含む様々な賞でノミネートされた。2010ゲイ・ピープルズ・チョイス・アワーズで新人俳優賞を受賞したコルファー・サンタナと、 ブリタニーは2 0 1 0 a f t e r e l e n c o m ビジビリティアワーズで架空のレズビアンカップル賞を受賞。LGBTQ に関する情報ウェブサイト a f t e r e l e n c o m 並びに afterelton.com でサイトのユーザーが投票し決定される賞。リンチは2010年と2011年に受賞した。 ドリアン賞は US ウィークリー氏によって設立されたゲイレズビアンエンターテインメント批評協会から与えられる賞。モリソンは2010プライムタイムエミーアワーズでコメディ番組の主演男優賞にノミネートされたパトリック・ハリスは夢を諦めるなでの演技でコメディ番組のゲスト男優賞を受賞したミシェルは2010ゴールデングローブアワーズでミュージカルコメディ部門の最優秀女優賞に ノミネートされたグリーは2010年ゴールデングローブ賞で最優秀番組賞を受賞した。ディア・ミシェル、ジェーン・リンチ、マシュー・モリソンは演技カテゴリー全てでノミネートされた。また、2011年度にもクリス・コルファーが追加された部門以外全て同じ部門でノミネートされた。スピアーズは2011年のピープルズ・チョイス・アワードにて憧れのブリトニー・スピアーズの演技で ゲスト出演賞にノミネートされた People's Choice Award は人々から人気の文化の功績を称えるためにあり一般人から投票される。チェノウエスは2009サテライトアワーズで新旧アイドル対決の演技でゲスト出演賞を獲得したサテライト賞は以前はゴールデンサテライト賞として知られていた。賞はドラマ部門と映画部門に分かれている。グリーは クリスティン・チェノーエスのゲスト出演を含む5つの部門で受賞した。モンティスは2011年にコメディ番組俳優部門を受賞した。ティーン・チョイス・アワードはティーン・エイジャーによって投票される。クリーは2009年に3部門、2010年に13部門、2011年に9部門にノミネートされた。マーフィー、ブレナント・ファルチャックは2010コメディー。 ライターオブザイヤーアワードでただ受ける賞を受賞したリベラは2011アルマアワーズで最優秀女性アーティスト賞を受賞したライリーは2011年度の NACP イメージアワードでノミネートされた。ありがとうございます。